と今日ちょっと食べたもんね。いいよ。綺麗に眠たい曲流そう。誰が最初寝るかみたいな。ヨーガ歌えばいいんじゃない？子守。結構なんか二日酔いです。声ガサガサなわけ。スカ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 。起きちゃうんでしょそれで。なんか変な虫みたいになかったか。スカ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 。あのさ、ちょっと5分だけ時間もらっていい？これだけ喋りたいことがあって。しかもさ、5分ってわりかし長いんだよ。あんな尺あんのよね。うちの動画の半分だから5分。あ、そっか。3分で終わらせたいな。一昨日か、すごい雪降ったじゃん。うん。その日、ジムだったわけ。前の日がさ、友人のリアル誕生日でさ、まあ、結構ベロベロに2人とも酔ってさ、すごい二日酔いだったのね。でもジムの時間だからさ、シャワー浴びなきゃと思ってさ、ね。シャワー浴びようと思ったらまたお湯が出なかったもんね。あんな雪の日に。でも、すごいよって話じゃな。死ぬほど寒いじゃん。ちょっとなんか、予想つかなかった今。なんか、お湯が出ない下りあるじゃん、なんか。ちょっと変化球しちゃったから。前置きが長かった。予測つかなかったから。あ、ほんと。何しても出ないから、もう時間ないし、ちゃんとやらなきゃと思って、まあ、躊躇すると良くないんだろうね。うん、あ、これ真っ向勝負だと思って、全身浴びたわけ、水。あ、水を。うん。まあ、全然寒くねえじゃん、みたいな。じゃあ、無敵ゾーンに入りまして。そのまま、すぐ準備して、タクシーで行こうと思ったんだけど、タクシーもいないからさ、雪、もうすごい積もってる時だったから、歩いてて。歩いて行ったわけ。ね、強風の中さ、傘は重くなるし、ね、ママ降ってたもんね。そう、で行って1時間みっちりしたのね。したらその日に限ってなんかもう一人やってた人がなんかゲームとかなんでちゃんとおねえみたいな、足りづらいわみたいな、そういうもんなんですか。ちょっとやりづらかったわけ。あんたおねえ苦手な節あるよね。うん、節あるし、私よりほげてるからちょっと嫌と思って。 あのなんかすごい超えられたくないの。あ、そう、あとなんか声が通る人だったからもう全部聞こえるわけ。もう何も集中できないの。そのゲイは2人に対してトレーナーさん1人だったからなんか交互にやってて、次あんたの番よみたいな、なんかもうちょっとやってするわけ。わざと声ちっちゃくなったし、喋らないようにしてたらトレーナーさんに「お父さん今日無口ですね」って言われて、「疲れてんの私」とか言って「水出なかった」っていうことも言えないから、結構先生見てんのよ YouTube。 そうで、この間さ、たまたま今日のりょうちゃんが上がった時にさ、結婚式の話だったのね。でその二次会行ってさ、あの相手見つけてくるわみたいなことを言ったのを見てたらしくてさ、トレーナーさんがさ「あ、お父さんいい人見つかりましたか？」とか言って見つかってませんよって、ね、で帰りも歩いて帰ったわけ、20分ぐらいかけてね。うん、でエアコン切ってたから、もうちょっとこれは出てくれないと困るなと思ったらちゃんと出た。ね、そういう時は出るんかいみたいな感じで、はい、5分経ったかな、大丈夫。あ、3分ぐらい。あ、よかった、よかった、よかった、まとまったわね。仕事が収まったわ。よかったわ。これだけは言いたかったの。本当に寝るかと思ったの。これで寝れるんだったらずっと喋っといてあげようか。ついにでももう水を浴びれるぐらいになったんですか。はい、なんか頭痛いとか思わなかったですね。家に最近さ、お昼起きてる時多いからさ、うん、テレビ見てて給湯器の CM やたらやってるね。やたらやってる。今アンミカさん、だってさ、あれだよ、保険の保険の時の後もアンミカがあの2人出すの、保険のね。アンミカさんと私なんかあんのかしら。見てる、もしかして見てる。この間給湯器も変えてもらったからね。え、結果で3年連続出ないってこと。そうだね。なんで、なんで、そんな雪国でもないじゃん。いや、そうなんですよ。引っ越しなよ、もう。確かに、確かに。あの、結構立地いいからな、そこら。あんまり引っ越したくないんだよね。めんどくさいし、引っ越しは。うん、なんだかんだお金かかっちゃうしね。結果、水を浴びる。今年も水か。はい、今年も水です。事務中もなんかお腹下してきて、久しぶりになんか出ちゃうね。後遺症出ちゃって。そう、なんかこう腹筋とかしてたらちょっと出そうみたいな時が何回かね。なんか終わってトイレ行きたいって言おうと思ったけど、なんか次あれだからもう帰りますっつって、でもすごい寒いし、なんかもうすごい漏れそうで、じゃあそこのトイレがある公園まではちょっと我慢しようみたいな感じで、もう。でもトイレのある公園ってさ、大体トイレ外だからめちゃめちゃ寒いよね。死ぬほどね。あと便座が死ぬほど好きだから。一回こう座るけど、あ、ポンって。そういう覚悟で座ったんだけど、あ、そう、思いのほか冷たすぎたな。あったかい便座じゃないもん。うん、見るたびに思い出すんだよね、このクレイズのオープン日。
大雪の日だったんだあ、10年前、平成26年、ちょうど10年前ですね、うん、2月14日から16日まで、そう、平成26年の大雪と言われる、まあ、いなかったわ、私、そう、この日にここオープンでも私あれでこの間の雪帰りちょっと高田組ごっこして帰ってた、誰もいないと思った傘パンってやってこうやってする一人で歩いて帰ってた、あのジム帰り、ね、シラフじゃないよね、シラフ、シラフジム帰りだ、シラフどこか水あった後、シラフジム帰りだもんジム帰りだもんじゃないね、ジム帰りだから何なんだよ、いやうんこも我慢しなきゃいけないから何かでね、ここまた帰れよ台風の時もいるよね、浴びてうわーってやる、なんかあの中継ごっことかね、うん、中継でさ、かわいそうなぐらい傘もこうなりながらこう、分かる分かる、実況する人、それ、うん、やってた別にあの普通に室内でやつよ、ああ室内で、ね、なんかそれ制服のブレザーの ネクタイあるじゃん、うんうん、でなんかあの台風中継の時って全部めくれちゃうからさネクタイをこうやってああそうですねこうやってやりながらっていうのをやってた、私はそうだね、なんかバカな人で通ってたからもう、ああ何やってもそうだよねってだろうね、おかまだしねみたいな、おかまだし、うん、もうおかま全開で言ってたからさそこまでおかまじゃなかったからな、いや、あんなおかまだったけどてかその辛さをあんまり知らないんだよね、そのこう伝えてない人のなんていうの、このバレたくもないしとか、でもそういうこと言われたくないしみたいな、辛さが分かんないからちょっと寄り添ってあげれない時あるよね、全然あげれない、いいじゃん、おかまだ、おかまなんだからしょうがないじゃんみたいな何をそんなあんまりしんどかった思い出ないもんね、そういう意味で、うん、先輩にいじめられてた時ぐらいかな、トイレに呼び出されて、あ、そうそうそう、あの壁ドン、でも不思議だよね、ああいう時ってさ、私が中1になったら中3にお兄ちゃんいたから、中2の人ってすっごい私に優しかったの、お兄ちゃんいるから、なんか、ようちゃんかわいいねとか、なんかさ仲良くしようねとか言って、お兄ちゃんが卒業して私が2年生になって、その中2の人が中3になった途端もうコロッと変わって、気持ち悪いんだよみたいな、なんか川挟んで向こうら辺にさ、吹奏楽だったからさ、先輩に挨拶しなきゃいけない、帰るときさ、もう全然見えないじゃん、もうすっごい向こうにいるからさ、川挟んでんの、川挟んでんのよ、大きい川で、次の日に呼び出されて、お前昨日帰り挨拶しなかったよって、え、先輩どちらにいらっしゃいましたみたいに言ったら、いや、なんかそこ川の向こうに、そうそうそう、見えるわけねえな、ボケと思うから、お前もよく見えたなって感じ確かに私なんか先輩が好きだった女子がさ、同じ同級生と仲良くなっただけで終わりだと思う、でもあながち私まださ、あの彼女もいたからさ、ちょっとのんけちょっと浸ってるじゃん、のんけに私そういう時期あったわってちょっとのんけちょっと浸ってるじゃん、のんけに